プロ入りです。82年ですね、西村さん、はい、ロッテオリオンズ、そして初芝さんが、89年ということで、まあでもプロ16年17年と、まあ長きにわたって、しかもロッテで、ロッテ一筋でというところで活躍をされていらしたお二人なんですが、まあ、そのまずプロ入り初年度というのは西村さん、どんな印象でしたか？僕はもう初年度ちょっとこう社会人の最後のところで肩壊してっていうところもあったんですけども、はい、本当にこう、もう試合出れるか出れないかっていう考えたら、まあ、こんなの使ってくれないだろうっていうふうに思ってましたよね。で、まあ、2軍の、まあ、オープン戦というか、はい、教育リーグっていうのがあるんですけども、はい、まあ、どこのタイミングの試合か忘れたんですけども、僕は内野ゴロ打って凡打して、あとこうベンチに帰ってきて、はい、パッと座ったんですね、はい、そしたら、まあ、当時のもう間違いなく2軍監督だと思うんですけども、はい、そこで浴びせられた言葉が、うん、誰がこんな選手を連れてきたのはっていう言葉を、はい、もう間違いなく自分の後ろには座って立ってなかったんで、はい、でその時に、なんで自分はそんなことを言われないといけないのかなと、うん、でもう一つは自分で考えたのは、その誰がこんな選手を連れてきたのはっていうところは、多分僕のこの想像なんですけども、僕を取ったスカウトに当てた言葉でもあるんじゃないかなと思ったんですよ。でその時に僕はスカウトの人に本当にこう、はい、申し訳ないなと、はい、そっからです、うん、今まですごくこう甘い考えで野球をやってたのが、もういっぺんにこう180度変わるというか、まあ、尻に火がついたというか、はい、そのやっぱり、一言っていうのはすごくやっぱ強烈でしたね。だからもうやっぱり二度とそんなことを言わせたくないと、言わせないと。でそのスカウトを何とかしてやっぱり男にしてやる、はい、その気持ちがやっぱりすごく、その言葉でだからすごくやっぱり自分にとっては、ね、言ったように甘いとこからやっぱりこのプロ野球選手としてちゃんとこうやらないといけないんだというところの、はい、考えに変わったのですね。あ、でもすごいですね、うん、その一言で180度変われたんですね。いや、変われましたね、うん、でもそんな言葉は今までこうかけられたこともないし、はい、で言ったようには僕はもう基本的に自分のことをもう 100% 言われるんであればそこまではならなかったと思うんですけども、はい、やっぱり自分がまあ取ってもらったり、まあ、お世話になっている人のことをやっぱり言われると、やっぱこの来たんでしょうね、相当。そうですよね、はい、見出してくださって、まあ、ここに連れてきて導いてくださった、はい、そこからですね、本当にこの野球に対する考えが変わったっていうのは。そうですか、なるほど。西村さん、さらにそのスイッチヒッターに、はい、変更、まあ、プロに入ってというところですが、はい、それももう1年目のシーズンあって秋の練習からです、はいはい、当時あの山本和義さんという方が監督だったんですけども、はい、周期練習が初っ端にですよね、監督室呼ばれて、で西村スイッチやるかって言われて、スイッチやるかって言われて、嫌とは言えないじゃないですか、はい、わかりましたと、はい、やります。ただもうちょっと室内行っておくと川崎球場で、そっから猛練習、うんうん、それまで僕はもう遊びでも左で打ったことがないっていうような感じだったんですよ、はい、右でも嫌なのに左で打つわけないですよね。でもうそっからもう今までこうやってきた人を教えるぐらい、はい、もう最初は監督がこう付きっきりでやってくれて、でその後まあ、高畑さんというコーチのその人からずっと付きっきりでやってもらったんですけども、もう言うことが言ったように、もうこうやって振れ、こうやって振れ、もう振れないですよね、やっぱり。ああ、でも本当に猛練習で、はい、もう毎日毎日がもう嫌になるっていうか、寝るのが嫌だったんですよ。なんかビジネスホテルに泊まり込んで、川崎球場の近くに泊まり込みで、はい、でまあ、その同じメンバーとして、ね、高澤さんもいらっしゃったんですけども、はい、まあ、競争みたいにやりましたん で、 そうですか。ただやっぱりそこの猛練習を乗り越えることができたっていうのは、はい、先ほどの話で、やっぱりそこの一言じゃないですかね、うん、やっぱり自分を取ってくれたスカウトを、これをなんとか、ね、この人をなんとか男にしないといけないっていうものが常にもうそこからありましたんで、もうそれでこう頑張れたようなもんです。まあ、それがなかったらもう本当にもう一回やれって言われたら絶対嫌ですよ。それだけ、もう朝起きたら手が開かないんですから、うん、自分の意思ではもう手が開かないんです。だからこうやって
はい、でこっちで今度こうやってそこで初めて顔が洗えるわけですよ。うわ、朝八千さんどうですか、そういうことありましたか、ご経験として。 あります、はい、そうですか。あのプロの時ではないですけど、もう社会人の時にはあのお風呂に浸かってても皮ベロベロですから、水につけたまんまそのまま寝ちゃってるとか、はい、そういうのはやっぱ経験あります。もうじゃあバット振って振って、はい、でそして疲れて寝てしまうという、そのお風呂掃除の当番が来て起こされたっていう、はい、そうです。こうなってなかった。いやそこまではなってないですけど、自分はまあ左でやってない、右だけですから、まあそういう感じでは、うん、はい、だからやっぱり当時のこの練習っていうのが、はい、まあ、やっぱりみんな、ね、上の人も当然やらせるし、うん、選手も、ね、すごくやってたんだけども、はい、僕の場合は両方なんで、まあ、両方って言ってももうほとんどが左でしたけどね、もう朝昼晩というところで、だから言ったようにもう朝起きたら嫌なんですよ、もう早朝練習というか早出の練習があるじゃない、はい、それはもう嫌で嫌で、でもやっぱりね気持ちがね持ったのはっていうところになると、うん、うん、その一言っていうのはもうすごくこう大きかったし、僕はもう逆に自分にねやっぱそういう言葉をこうかけてくれたというところですごく感謝してますね。なるほど、はい、ちなみにそのスイッチやらないかっていうのはどういう理由だったんですか。まあ、ただ単に足が速かったからでしょう、はい、はい、まあ、そこだけではないというか、あの当時聞いたのは、うん、やっぱこのレギュラーの打線の中に左バッターが少なかったんですよ、はい、はい、でほとんどがもう右バッターっていう、左やったらもうリーさんしかいなかったんじゃないかなっていうぐらい、うん、それぐらいだったん で、はい、でまあ、そうやってまあ言ってもらったっていうところもすごくありがたいし、もうその後は、ね、やっぱりなんとか自分でものにすると、はい、はい、いうふうに、なんかこう、うん、一つ座ってこうこのためとかね、まあ、人のためとかやっぱりいろんなものを常にこう頭に入れておくっていうか、うん、考えてると、まあ、いろんな大変なことあると思うんですけども、ある程度のことはもう僕は乗り越えられると思います、うん、大変だったでしょ。そうですよねまあでもそのスイッチ左打席でも立たれるようになったというのは実際試合では、試合であの次の年のオープン戦、はいはい、もうオープン戦では、はい、立ったんですけれども、でもやっぱり一番最初打席立った時に言ったようにも左遊びでもやってなかったんで、はい、このインコースの感覚が全く分からなかった。もう打席立ってどうやって打ったらいいのかとか、はい、でパッとインコース来るじゃないですか、普通やったら感覚分かるから避けれるんですよ、はい、でもそこの感覚が全く分からないんで、まあ、右足をポンとこう踏み出すじゃないですか、踏み込むじゃないですか、はい、そしたらそのままこの膝の外側にバーンと当たったりとかっていう、それぐらいだったんですよね最初その普通に触れるようになったというのはどうしていかれたんですか。で普通に触れるようになった、はい、まあ、もちろん練習もありますけれども、はい、だから数多くやっぱりそこの、うん、打つことによってそこの感覚は分かっていくというところ で、まあ、開幕して一軍にさせてもらって、で一番最初というかもうプロ初打席ですよ、はいはい、2年目なんですけどね、その時に、まあ、左打席入って初打席にライトオーバー打ってるのよ、パワーのない自分がね、うん、ってうなずいちゃいけないです。いやいや本当本当、だからもうそれぐらいもう本当こうやったというか、それはもうすごく嬉しかったですね。そうですよね、はい、たるかどうか心配でしょうがなかったんですけども、見事に、うんうん、狭かったからね、まあ、まあそれでも、はい、ですから自分がプロに入った時に西村さんを見た時に、はい、最初左打ちだったんじゃないのかなっていうぐらいの感覚だったです。右よりも左の方がしっかりとスイングする感じがあったので、だから左、もともと左だったのを右のスイッチにしたと思ったんですよ。ああ、じゃあそれぐらい、まあ、しっかり左打席で立ってらしたんですね、はい、ね、7年後やからね、7年後やからね、はい、まあ本当それだけ、まあ比率で言ったら例えば91とか82っていうところで、はい、やっぱりこう左の練習の方が多かったですね。だから右で言うように、はい、なんかこう、まあ、ブサイクというか、うん、そういうふうに、まあ、自分でも思ったぐらいですから、周りもやっぱそうやって思ったじゃないですか、思ったんじゃないですかね。だから右打席でやっぱりこう打てそうな気がしないっていうところは結構ありました。自分の見せてあんまりそういう雰囲気はなかったですね、はい、右の方がっていうのは、うん、左だとやっぱ広角に打ってるイメージありますけど、ね、うんうんうん、右だとなんか打ってるイメージがあんまりないですよね、うん、ねえ、本当にそれぐらい、
マスターできたからね、まあ、ね、よかった本当に。すごいですね。はい、意識もねされていたというところなんですかね。まあでも本当にそこで変われたというところはですね、才能というかセンスといいますか、能力っていうものも、センスというところで言うと、僕は意外と不器用だと思うんですね、自分自身が。そうですか。だからそこの練習量でカバーするしかないっていうふうにはやっぱり当然自分も思ってるから、もう本当にこうセンスがあるっていうか、そういうふうには自分は思ったことないですね。だから練習でやっぱり、そこまで慣れたっていうのがあるんで、なかなかやっぱそこの練習っていうところもすごくこう大事になってくるね、はい、そういうところじゃないですかね。そうですよね。さて初島さんは、はい、プロ入られて1年目から70試合出場、はい、あでも、はい、本当に中盤以降ですから、最初は、はい、もう全然試合に出れるような感じではなかったですけど、ええ、はい、どうでしたかプロその1年目というのは。いや最初のキャンプをやった時に、はい、もう本当に申し訳ないんですけど、プロの練習って楽だなと思っちゃったんですよ。あの東芝フチの練習がきつすぎて、はい、ですから最初のキャンプ行った時に、ええ、プロってこれぐらいの練習でいいのっていうような感じだったんですよね。それは例えば、まあ、時間の長さであるとか、まあ、時間そんなにあの短いわけではないんですけど、ええ、その量っていうところでは、あ全然まだ俺には足りないっていう感じで、どんなスケジュールだったんですか。もう普通に、まあ、バッティングとか、まあ、そういうこともやりながら、はい、全体が終わってから今度個人練習とかっていうのは各自するんですけど、ええ、当時、まあ、そこまでこう遅くまでやる選手もそんなにいなくて、はいはい、まあ、上の方はもうやることやって去って上がるじゃないですか、はい、でも自分たちはその場所が空いてからやらなきゃいけないので。なるほど。ですからその練習をするのに自分が物足りないんですよ、練習がもうなんか染みついちゃって、ね、はいはい、でそれを結構遅くまでやってるのを、まあ、あの見ている方が、うん、あいつ新人なのによく練習するなっていうような感じで受け止めていただけたのが、まあ、ちょっといいきっかけだったのかなっていうのはありますね。あでもその社会人の経験があったというところが、まあ、その感じ方、プロに入っての感じ方っていう部分だったんですかね。初入った時にはそこの最初のウォーミングアップがもうかなり緩くなってた。あそうですね。あそうなんですか。ね、で僕らの時にはやっぱりもう時間的にも、量というか中身的にも、相当きつかった、まあ、2時間近くは、うんうん、そうですね。で、やっぱりもうそこの最初のウォーミングアップが終わったら、はい、もう1日の練習は終わりみたいな、もう全員がそういう感じだったんで、うん、だから、ね、あの7年後なんで、かなり良かった、緩くなってた。そうですね。うん、はい、それはあれですか、監督さんによって、まあ、そうですね、監督の考えもそうであるし、はい、まあ、トレーニングコーチというか、はい、そういうところもやっぱりいろいろ勉強されて、うん、やっぱり変わってきた時期じゃないかなというふうには思うけどね。まあでもその物足りないと思う部分をしっかり練習をされてっていう、うん、でもそれが良かったのかもしれないですよね、はい、逆にね最初のところでめちゃくちゃきつかったら、はい、その後のところで、はい、できてないかもわからないし、そういう点では体力はついてましたね、はい、社会人の時に。はい、体力でもそうですよね。体力あったのかなと思うんで、まあ、そこのバットを振るっていうところの体力はね、はい、あったんですけども、はい、あの当時はあの休み前になると、はい、全員ほらあの特殊とか、ね、全員特殊ですね、あの3人特殊守る方ですね。そうです、3人1組 で、はい、でいろんなポジション、まあ、1時間ぐらいか、だいたい1時間で、その後にプラスアルファがどこの組になるかっていう感じですね、うんうん、でもその 1時間ぐらいでは何ともなかったやろ。何ともないです。そうでしょ、はい、で僕なんかもその1時間がきついわけよ。あ、自分なんか、うん、だからもうこう仮病を使ってわざと逃げたりとかどういうことですか。あちょっとこうなんかこう苦しいな。それでも通用するんですか。通用したんですね。したんですね、うん、だからその体力が、ね、やっぱりなかったという。だから僕はもう長い距離走るのが大嫌いなんですよ。あそうですか。短い距離だったら何本やっても、はいはい、疲れないんですけども、よく長い距離もさみんなでこう走ったりとか、ね、うん、はい、もう嫌だったですね。だから体力はなかったと思います。それはやはりね、はい、俊足のタイプっていう、うん、ことですよね。あの橋場さん、マリンスタジアムのこけら落とし試合での、はい、
本塁打ですね、はい、ですので球場を初本塁打、はい、ね、放たれたのが、はい、もうこれはずっと残りますね。まあ、そうですね、うん、その時はあの最初のホームラン打つ人に賞金が、はい、はい、かかっていたので、球場からあれはどうなんですかね、うん、でも50万の、うん、わ、はい、大きいですね、大きいですね、はい、ですから今言いましたね、金額言いましたね、はい、それをみんなもう狙うみたいな感じだったですけど、じゃあホームラン争いみたいな、はい、狙って打てるからいいですね。いや狙ってはないですよ、うん、はい、そうですよね、はい、で自分があれ2年目ですので、はいはいはい、いただきました、はい、何もご馳走してくれなかったもんね。その日のうちにパッと行っちゃいました。いやいや、もう2年目で西村さんにそんな言えないですよ。そんな声かけられない。はい、ちょっと飲みますかぐらいね。いやいや言えないです、言えないです。声かけてほしかった。これから奢ってもらおう。そうですね、はい、そうですね。皆さんで行きましょう。はい、どうなんだ、まあ。それを初めて聞いたの。あ、そうですか、うん。いや、そういうものには縁がない人間なんで、それを、ね、例えば賞金が出るってね、あったとしても、はい、入っていかないじゃん自分の中に、うんうん、どう間違ってもないよ。まあ、第2号が原さんなんですよ。バックスクリーンに満塁ホームランで、はい、先打っといてよかったと思って。オープン戦、オープン戦です、うん、もう名前を残されてる、うん、そこは ね、 うね、もう変わっていきませんからね、はい、まあ、でもその2年目あの三塁手の、まあ、レギュラーとしても120試合、はいはい、こうどうでしょうか、70試合、120試合とこう、まあ、順調な。もう最初1年目の時はあの試合が本当大差がついた時ではないと出られないっていうような最初は、はいはい、そういうのがあって、あの夏ぐらいから少しずつこうスタメンで出させていただくようになったんですけど、ええ、でまあ、2年目もレギュラーと確約されてるわけじゃないですから、でもその年のオープン戦で僕7本ホームラン打ったんですね、はいはい、でそれでそのままあの開幕から行けたっていうのがあったので、はい、でも周りからよく言われたのはオープン戦だよって言われたんですよ。はい、いくら打っても何もないよって周りから言われて、この、まあ、シーズンとはまた違 う、 ということですね。やっぱ違いますよね。オープン戦で7本打っても何もやっぱりプラス、あ、プラスはプラスですよ、やっぱりそういうのはありますけど、でも公式の成績、公式戦でそれだけ1ヶ月で7本も打ってればまた全然違うじゃないですか、はいはい、なるほど。でもこっちはもうポジションを取るために必死にやってるわけですから、はいはい、そうですね、もう結果がどうこうではないですよね、そういうところでは、はい、まあ、レギュラーというところは、はい、サード、ね、はい、刺繍されたわけですよね。まあ、でも本当皆さん年上の方ばっかりですから、はいはい、自分が一番若いぐらいか、あと堀がたまに出るかっていうぐらいで、うんうん、はい、もう西島さん も、うん、もう完全にその時は30歳ぐらいか、だから首位打者取った年ですから、そうだ、ね、30歳ね、はい、そうだったね。センター西村さんがいて、はい、外野ね、はい、いて、うん、レフトじゃなくてよかった。レフトだと多分抜けていく打球が多いかもしれないですよね。冗談ですよね。冗談ですよね。いやいや、そんなことないですよ。まあ、当時川崎の土のグラウンドですから。ね、やったね、やったね、はい、うん。川崎球場というのは、まあ、語り継がれるものがいろいろとある球場かなとも、うん、そうですね、思うんですが。僕はそこで10年やらせてもらったんですけども、はい、まあ、本当にこう皆さん汚い汚いとか、はい、ただ、うん、やっぱりこう僕は10年やったんで、はい、悪いイメージはないんですよ。で、うん、そこでやっぱりこうレギュラーも取らせてもらったっていうのがあるから、はい、あと何年やった？自分3年、3年、はい、川崎でやりました、うんうん、はい、で自分が2年目の時にレギュラーロッカーに入ったんですよ、うん、そんなあった？あの食堂の横のところです。食堂の横のところのロッカーがトライナスに近いとこ。そうです、そうです、うん、はい、でこっちがピッチャーで、なるほどなるほど、はい、そこのロッカーがもう上の人しかいない、うん、そこに入ってもずっとロッカーでこうやってもうじっとしてるしかないんですよ。どういう心境なの、どういう形なんですか。いや、もう何もできないじゃないですか、はい、別にこう先輩方々とこう喋ることもできないし、はい、だから常に試合前はずっとこうやってもう座ってるっていう、そんなとこあった、はい、感じでした。それか、うん、あの事務所に行ってました。あ、はい、いたたまれなくなって。事務所ってどこにあったの？あの結構向こうがですね、
今のアナウンスの谷穂とか、はい、やっぱりいた感じですから、うん、ロッカーが分かれてるわけですか、レギュラー、あのそこは野手だけのロッカーなんですよ、はい、野手だけのロッカーで、はい、もうほとんどレギュラー陣じゃないですか、うんうん、はい、でこっち側のロッカーがピッチャーのロッカー、はい、ピッチャーしかいないです、そうそうそうね、はい、でその廊下を挟んで、こっちがあの若い新人とか、はい、そういうメンバーがいるロッカー3つ、俺入った頃あそこは内野手のロッカーでさ、あ、そうだったんですか、うん、はい、で外野とキャッチャーが一緒でピッチャーというところ分かれてたんで、はい、もうすごい雰囲気だったね。でも、うん、もうそのまんまです、自分も。もう座ってる位置もずっともう覚えてますね。ね、当時どなたがいらっしゃいましたか。自分の横が高澤さんなんですよ。はい、で、愛子さんがいて、島田さんがいてとか。吉子さんも来た時か。吉子さんもいました。はい、そうだね、はい。で、袴田さんがいて、うんうん、まあ、西村さんもいて。うんうんうん、はい、いやもう動けないですね、確かに動けないです、はい、そうですね、発することも無理です、はい、静かにこうだからそんなことあったかなと思う、はい、今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。オービークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。